割引シールが貼られるタイミングがあるってことですか、佐々木さん。そうなんです、はい、実は閉店間際や期限だけじゃないそのタイミングっていうのがあるんですよね、はい、今日は大手スーパーイオンの担当者の方に聞きました、うん、ポイントはこちら、天気と気温なんだそうです。はい、そうなんです。ではまず天気から見ていきましょうか、はい、こちらです。予想よりもこう急に雨が降ってしまう時とかってありますよね、うん、こういう日は思ったよりお客さんが来なそうだな、まあ、そういうことが見込まれますよね。そういう時はいつもよりも早めに割引を開始するんだそうです。皆さんこれ知ってました？全然知らなかったです。てっきり賞味期限が近いとか、うん、閉店間際とか、うん、そういうやっぱり印象がありましたね。そうですよね、うん、でもう一つ私もこれ知らなかったんですが、うん、遅い時間に行ったとしても、うん、割引の開始が早い分いつもより割引率が高くなっていることもあるんだそうです。遅い時間に行ってでも、うん、その割引率が早い分高くなるんだそうです、はい、時間を追うごとにということですね。狙い目じゃないですか。ですからこういう日チャンスということですよね。あえてスーパーに足を運ぶのもありかもしれないですね。そうですね、はい、そして気温、例えばですね、あの寒いと言われながらも実際はあったかかった、はい、こういう日はおでんや鍋の具材などが早めに割引されます。逆もありまして、暖かいと言われましたがおやおや寒かったぞという時は、はい、今度はこのサラダですとか冷たい麺類、はい、冷たいものがね早めに割引される。ですからこう気温によって割引されるものにこう差が出てくるというわけなんですよね。あとこれあれですね、でその日の気温が暖かい寒いだけじゃなくて予報とそれだけ差があるかってことが大事ってことですか。そうです。ですからお店側もこれ商品をいかにこう余らせないかというのを工夫しているわけですよね、うん、はい、ですからそれを知った上で、うん、私たちもうまく活用すればお得にお買い物ができるかもしれません、うん、はい、ぜひ天気と気温意識してみてください、はい。